アメリカのバイデン大統領は今週予定されているヨーロッパ訪問中に、ロシアへの新たな追加制裁を打ち出す方針です。バイデン大統領は今週ヨーロッパを訪問し、24日にベルギーで開かれる NATO ・北大西洋条約機構の首脳会談などに出席する予定です。 サリバン大統領補佐官はバイデン大統領がヨーロッパ訪問中にロシアへの新たな追加制裁を同盟国とともに打ち出すことを明らかにしましたウクライナへの軍事支援ロシアへの制裁 NATO との連携強化の3本柱を軸にロシアに対抗していくとしていますまたウクライナから避難した人への人道支援についても新たに発表するということです